から238アキラ柴田 from Japan。 さあ続いてはこちらも IA スーパーを全日本で戦います、柴田アキラ選手が登場しました。なんとなくいつも全日本だとこのベルティーゴのまあ、いわゆるフラッグシップカラーの中でグリーンの方が多いウェアを使ってるイメージがあるんですけど、今日はさらにイケメンクールに黒部分が多めの、なんか私問題発言しましたが、いつもよりもさらにイケメンな、はい、黒がベースにグリーンがアクセントに入ったね、このウェアで来てくれています。ぜひ柴田選手アキラーという風にして応援してください。さあ頑張っていってらっしゃい。はい、エンジンひがりました。いってらっしゃい。ネスライド121ベルティーゴベルトアベロンフォームスペイン。この選手の笑顔が可愛らしいですね。非常にチャーミングですよね。アベロン選手絶景なの121番です。昨年のこのウィメンクラスではランキング4位、ベルティゴのですね、チームからもちろんマシンはベルティゴのマシンを借ります。このトライアル GT ウィメンでは唯一のベルティゴのマシンということになりますね。そしてこのトライアル GT ウィメンクラスはこのモテギが今シーズン初開催ということになります。さあそしてこのモテギのグランプリでは一体どんな活躍を見せてくれるでしょうか。非常に表情がチャーミングな、ね、スペインライダーでございますね。エンジンに火が入りました。一生機が今浮遊されまして、いってらっしゃい。こちら頑張って7ともゆき小川 from Japan。 さあ日本のキングがやってまいりました。そして毎年のようにこちらと絡んでくれます。ありがとうございます。はい、そしてひときわプレスの皆さんのカメラも多いんじゃないですか。これ全日本はもう5年連続7回目のチャンピオンを、ね、昨シーズンで取りまして、今シーズンはそういう意味では6年連続8回目を目指して戦っているわけですよ。開幕戦こそ体調が本調子ではなかったわけですけれども、それをねテクニックと、あとは多分皆さんの声援と、あとはプライドといろんなものを背負って戦ってくれて、それ2戦目3戦目来たと思うんですね。世界選手権はどちらかというとちょっと肩の力抜いて楽しめるところもちょっとだけあると思うので、皆さんぜひガッチーって応援してあげてください。いってらっしゃい。11 times チャンピオンホンダ・モンテッサ The King トニーボー from Spain。 もう11回連覇ですって。インドア合わせたら22回チャンピオンですよ。もう他のライダーがね、このまま現役続けているうちに取れるかどうかっていう、もう偉大な記録をね、作り上げまして、これまではだってランプキン選手が多分7回チャンピオン取ってて、あとジョルディ・タレスさんが7回かな、まあ、こうかん何回か挟んで7回取ってるので、もう11なので、も本当追いつけないなというふうに思うんですけれど、もうキングオブキング、そして今自身98勝目、もしかしたらそのラッキー選手の通算アウトドア99勝に今日届くかもしれない。さあ応援よろしくお願いします。グッドラック本田モンテッサ高久藤波 from Japan。さあもう私が何も説明することはないと思います。もう日本を代表するトライアルライダー、ホンダスあの、ね、モンテッサの、代表するライダーです、藤波選手。まあ、開幕前に、ね、怪我をされたということで自分でアナウンスをされてましたけれども、ただ日本の皆さんの前ではそんなところはもう見せずに走ってくれると思いますよ。あとはちょっとこう辛くなってきた時には皆さんのパワーが絶対力になりますから、ほらね、はい、皆さん応援よろしくお願いしますね。はい、もうね、どの旗でもいいから振ってください。もう違うライバルメーカーでも関係ないからもう振っちゃってくださいね、書くところで。あ、そう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 、すごい、フジガスかっこいいっていう声が飛んでる。さあ頑張っていってらっしゃい。
ね。